はもうここでしか何も披露する場がない、あのとても楽しみにしてやってきてますが、こういうふうに観客の皆さんがいるというのは、非常にプレッシャーでしてビビってますけど、どうぞよろしくお願いします。ではまず最初はあのオリジナルなんですけど、まだ題名がありません。カッコ仮で春の日というふうにつけてますけど、ではその春の日カッコ仮でいきます。冷たい空気をかき分けて進んでいると感じることがあるんだ。春の気配をじっと知っていたらきっとわからないけれど、風を駆け走るこの時が気づく。もう全然何にも、おリハーサルらしいリハーサルもできなかったものですが申し訳なかったです。すいません。ああ最初に言い訳しとけばよかったですね。ハードル下がったのに。ではあのもう一曲、これあの私こちらアコパラに参加するの3回目なんですけども、前の2回必ずやってるカバーがあります。あのスピッツさんのカバーを必ずやるようにしてます。なぜかというと、私がまだこうやって歌をギターを抱えて歌を歌い始める、再びという意味ですけど、きっかけがあのスピッツさんだったものですから、でそこに、まあ、リスペクトを込めてということでやってます。だっていいと思うんですね。あのこの間シングっていうあのアニメやってたの見た方いらっしゃるかと思うんですけど、まあ、あのイルミネーションという非常にくだらないアニメを作るところがやってるアニメなんで時々下品なところもありますけど、でもやっぱり歌ってすご
ごくいいなって思えるようなアニメで、ついこの間撮ってあったやつを見たら非常に感激してしまいまして、保存してしまったんですけど、やっぱり歌はいいものだなと、そういうふうに思わせてくれたのも僕に、そういうふうに思わせてくれたのもスピッツさんだったので、でそのスピッツさんの曲で、チェリオ